まずビールを作るには、麦芽、粉砕した麦芽を、糖化する必要があります。で、糖化をした後にその、麦芽と麦汁をそのまま隣の、ろ過するための釜に移します。で、ろ過する釜の中で、循環させて不純物がその麦芽の層にどんどん吸着されていきます。で、吸着されることでその下にはどんどん綺麗な麦汁だけが残るようになるんですね。で、その麦汁だけを今度は煮沸する釜の方に、少しずつ少しずつ送り込んでいって、で60分煮沸したものを、今度ワールプールという遠心する釜の方に、一気に移してきて、でその中で渦巻きを作って、で渦を作ることによって、煮沸した時に出てきたタンパク質の塊とか、さまざまな復元料で、重いものを下に沈殿させます。で、沈殿させた後に、今度は熱交換器を通して、一気に麦汁を冷やして、で発酵タンクに送り込みます。発酵が始まると、その糖を食べて代謝で二酸化炭素とアルコールを生成していくんですけど、今その二酸化炭素が出てきてる。そうですね、コースで繋いで下から爆汁を出てきて、で、ヤホがずっと地元だったんですよ。最寄り駅がヤホだったんで、小さい頃からその両親に連れられて買い物行くっていうと、もうヤホで買い物をしてたんです。好きですけど、1本飲むともう真っ赤になって、それ以上飲めないってぐらいのレベル。音楽作ってるのに似てるんですよ。麦の方がドラムとかベースとか音楽の土台になってるリズム体みたいなもので、その上にその旋律とかハーモニーみたいなものがいろんなこう原材料によってこう加えられていくっていうような感じで、ビールってやっぱりこう鮮度が大事なので、遠くにやっぱり持ってかない方がいいんですね。まずは本当に国立の方で、多摩の方で、東京、そういう、 こう、少しずつ広げていきたい。